はい、こんにちは。こんにちは。タッチとナタチヌです。先日までナタリアの故郷のドイツに帰ってました。はい。で、今回はヨーロッパに1年ぶりに行ったんですけど、うん、そこでいろいろ感じたことがあったりしたので、ちょっと動画にしていきたいと思います。はい。まず、まあどうだった、久々のドイツ1年ぶり。なあ、ドイツで2日間だけ言いましたのでそうやね。結構ドイツの里帰りのつもりがイタリアに結構長くいてしまったね。はい。そう、ドイツ3日、イタリア3日、うん、中国1日の、まあ結構慌ただしい旅でしたよね。はい、ちょっと私に対して疲れました旅でした。はい。うん、まずちょっとびっくりしたのが、まあニュースとかでも結構話題になってる円安。うん。円安がちょうど1年前に行った時よりもだいぶ、1年前が1ユーロ134円ぐらいやばかったな、だったんですけど、今年が160円は159円かそう159円でプラス、Google のレートだったら159円なんですけど、向こうのドイツのフランクフルト国際空港で両替すると186円になります。だからみんなね、できたらカードだけで払ってくださいね。カードまたはもし両替するなら日本の空港で先にちょっと両替して行った方が絶対いいです。の方が安いです。でもできたら本当に自分のクレジットカードでと、その前になんかタツイがカードあるけど、でもタツの銀行があれの払う外国での銀行口座から取ることできなかったでしょ、あの部分。あ、キャッシング、そうできなく設定してたんで、うん、できなかったので、そうやね、両替するならみんなはドイツ、まあ、ヨーロッパ行く前に日本で両替していくか、それか、クレジットカードからキャッシングして、か、まあ、クレジットカード払い。はい。でもレストラン、大体レストランといろいろなところでカードで払えるので、うん、これはもっと安いですよ。うん、そう、クレジット払いがやっぱ一番お得かな。はい。だって最初初日着いて、で6万円両替したんですよ。そしたら318ユーロぐらいだったね。になっても大体半分ぐらいになっちゃったんで、そう、ちょっとびっくりしたね。はい。で、あとやっぱり、まあ、その両替所での、まあ、エクスチェンジでのそのレートの悪さと、あとプラスそのあれ何で手数料、ま、上乗せ手数料、両替所でのその手数料とかの高さはおそらく、そうね、ローマ行ってもドイツ行っても日本人の観光客が全くいなくて、うん、なので多分その日本円の、まあ、需要が結構減ってるんで手数料もすごく高くなってる感じがして、うん、あとびっくりしたのがフランクフルト国際空港を着いた時にエクスチェンジのモニターがあるじゃないですか、はい、あのモニターに去年までってそのドルとか、まあ、元とかトルコリラのまあ、下ら辺にジャパニーズ円があったんですけど、今年行ったらそのモニターからジャパニーズ円が消えて、うん、書けなかった。インドネシア書かなかったね。そう、いろいろなんか他の国に変わってて、うん、日本円がモニターから消えてました。あ、だからいつもあのなんだっけ、あの人に聞いたら円だったらいくらですか、みんながいつもすぐ一生懸命働く、売りたかった、どうぞどうぞどうぞみたいだった。まあなんかモニターから円が消えてるのを見て、まあ日本人の自分からするとちょっと悲しくなりましたね。なんかなんで全部の世界のいろいろなお金書いてるけど、なんで日本だけじゃないなの、そんな、うん、そう、イタリアでも日本人の観光客見たのは3人ぐらいじゃなかった？
ローマで日本人と会ったの3人ぐらいしたかった。ああそうですね、まあ皆が多分なんか留学生みたいでしたかな。留学生が何人かと多分その観光客が一組。何歳くらいでした？30代か40代ぐらいかな。あまり日本人がなかったな。ドイツだったら1回かな、日本人だったの。インターネットとかの情報によるとローテンブルクって割と日本人の観光客多いらしいんですけど、1人だけかな、あったの。あったあった、1人だけおったね。ドイツの物価の高さで言うと、お昼ご飯がドイツレストランに行って1人20ユーロぐらいけ。はい、飲み物と一緒に20ユーロ。飲み物とご飯食べて20ユーロなんで、1人だいたいいくらや、あれ3000円。3500円ぐらいかな。3500円ぐらい、1人3500円ぐらいでドイツのレストランでかかる費用かな、マックとかもセットとかだったら、まあちょっとお値段がセットによる、バーガーキングじゃなくて、あ、バーガーキング、まあバーガーキングとマクドナルドは同じ値段ですけど。あ、じゃあ高いね。バーガーキングが1人セット頼んで1800円ぐらい。1800円、2000円の間ぐらい。2人で行って2000、あ、じゃあ4000円。4000円ぐらいでした。から5000円ぐらいかな、バーガーキング。うん。私が日本でマクドナルドでセット買って620円でした。どう思った？安い、やっぱ。そう、やっぱ嬉しかった。日本にいるとその値段が普通なんですけど、確かにドイツとか行って同じ系列店でちょっと食べると全然値段違うの分かりますね。もう昔なんか値段が1000円ぐらいだったけど、なんかコロナあって、その後にあれのインフランテーションあって、いろいろな値段マジか高くなった、ドイツでは。そうだね、だって、スーパーの値段も家賃、電気、水、ガソリンとかね。ガソリン、マジか高。ガソリンは多分250円くらいになりました。1リットル250円。覚えてる？覚えてます。今回レンタカー借りたんですけど、最後満タン返しするときに、あれいくらだった？16リットルだった。16リットルで6000円くらいか。6000円くらいだったね。16リットルが6000円くらいしたんですよ。ちょっと驚きでしたよ。高って思いました。うん。これはなんか良かったものは、これはなんか飲み低い車でしたね。エコ車でした、ね。エコカーみたいな車を、まあ、幸いレンタルしてたんで、そんなにかからなかったんですけど、まあ、高いね、でも。高いよ。16リットルで6000円は。ドイツのいいものは、レンタルカーしたら、ドイツではなんか道に沿って駐車、まあもしかしたらあったら駐車できるし、あと日本みたいの駐車場が、有料な駐車場があまりないね。あまりない。でもちろん駐車場あるけど、とそこでもなんかちっちゃいなマシンがあって、そこで切符買ったら、でもあったら道に沿っと、もうなんかいろいろなところで駐車できますね。見ていたでしょ、どこでも。そう、ドイツはなんかその駐車するときに、まあ、レンタカー借りたりたりすると車の中に入ってるんですけど、こうなんか駐車証明書みたいなのあって、それを車に乗せて置いとくと、その道路の路肩とかに止めても6時間ぐらいかな。スーパーにいたら、これをいつに着いたの、ここでして、なんか11時着いただから11時して、とウィンドウのところに見せて、と買い物できる、まあところによる1時間2時間ぐらいそれならなれますね。で、基本駐車料金とかはかからないことが多いですね。はい。なんで、まあ、ドイツもし旅、まあ、旅行に行きたいとか行きたい方とかがいましたら、レンタカーする方が、まあ、便利だと思いますね。バスとか電車だったら絶対遅れてくるし、いつもなんかそういつも予定通りには多分旅行できないと思うんで、できないよ。レンタカー借りた方が
まあ、小回りも効くし、うん、まあ、自分の時間でちゃんと回れるんで、うん、おすすめですかね。あんまり、まあ、1週間ぐらいしかドイツで旅行できない感じだったらレンタカー借りてしまった方が効率的に回れると思います。うん、いろいろなところに簡単に行きますね。電車だったらちょっといつも遅いしと、はい、まあでもみんな、もしかしたらみんながずっと同じところであると歩いたら大丈夫ですね。うん、うん、みんなによりですねでドイツの物価はまあそんな感じで、ローマの物価はローマ高かったね。高かった。ローマは観光地っていうのもあるからか、体感ドイツより高いんじゃない？うん、だって朝ごはんセット覚えてる？32ユーロかかった2人だったら。朝ごはん？朝ごはん。朝ごはん32ユーロ。朝ごはんでじゃあ7000円ぐらいか。7000円だった。美味しかったけどでも。高いね。高いね。そう思ったら。だって誰が7000円の朝ごはんのために払うの？確かに。焼肉の。まあ、ツアーも高かったかな。ああ、いい、あれの、ああ、人気な期間だったので、だからツアー高かった。そう、9月にローマにいたんですけど、9月ってもうローマのハイシーズンで、でもう例えばバチカンミュージアムとか、あとコロッセオのオンラインチケットも全部売り切れるんで、あの自分たちはツアーに一応参加する形で申し込んで、うん、コロッセオとかのツアーも1人だいたい9000円とか。そうだね、なんか、うん、できる、まあなんか私たちは他の時に旅行できなかったので、だからこんな人気な期間に入ってしまったね。うん、でもピザ安くなかった。ピザは美味しくて安かった。ピザはどこ行っても安いしで、まあ結構どこ行っても美味しいみたいな。はい、あと500円みたいなとこでなんか、うん、パンなんかおにぎりみたいなの買えることができる。そうで、ジェラートは結構場所によってはぼったくられたり、まあ、味も結構変わるね。美味しかったり美味しくなかったりみたいな。なんか私めっちゃハイイメージだったよ、ジェラートについてだってあの日本イタリアのものだから、なんかめっちゃ美味しいイメージあったけど、結構普通の味だった。でも2回目1回だけ食べた。いや2回食べたよ。だって2回食べた。2回目の場所はめっちゃ美味しかったよ。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。ああ、そうなんですか。だってあそこ人気あったから並んでたやん。並んでた。うん、いろんな人。うー、私に言わなかった。いや、食べるって聞いたらいらないって言うから。ああそう、ああ確かにそう、だから場所によってすごい美味しいところとあんまり普通のところの差がすごいっす、ジェラートは。うん、インターネットでもなんか見ていた、どうやって何かこれは絶対美味しいジェラート、なんかいろいろな説明見ていても大体ローマの中で各お店が結構同じでしたね、うん、美味しくないジェラートとか。でもローマの中で各お店が結構同じでしたね、うん、美味しくないジェラートとか。でもピザとパスタは大体美味しいです。はい、これは絶対美味しい。レベル高いね。うん、美味しいね。美味しい、結構好きでした。あとローマは逆に現金使えないこと多いです。はい、みんながカードばかり。なんかもうバスに乗ったり電車の中でも現金使えなくて、全部カード決済しか受け付けてないとこも多いんで、それね、まあ、公共交通機関を、まあ、利用して回るなら、まあ、カード必須って感じですよ。うん、でも切符はなんか時間によるだけね、なんか1時間、2時間、3時間、それなら私たち、ちょっと結構まだ結構わからなかったね。うん、どうやって何の切符を正しい。難しい。はい。難しいけど、タクシーよりだいぶ安いです。はいはい。で、タクシーは、なんかタクシーの配車アプリみたいなのあるんですけど、全然、捕まえれない。誰も来なかったよ。なんか探してて探してて、あ、タクシー探します、探します。誰がなんか私たちと付き合おうとしたくなかったね。そう、配車アプリでまあ探してみるんですけど、うん、一個もヒットしなくて、うん、コロッセオの周りとかすごいね、うん、なんか観光地のはずなんですけどタクシーが
一向に捕まらなくて、うん、他の歩いて帰ってんの、うん、なんか歩いて行って他のところに行ってもそこでいっぱいタクシー見てもあやっぱり最後に歩いて帰りましたそうタクシーの配車アプリでタクシー探しながらなんか歩いてホテル向かってたらもう過ぎてしまったみたいな、うん、タクシーで多分7分だけ歩き、運転でも歩いたら30分、うん、でも疲れて暑かったし長かった、ね、うーんこのみたいな経験だった。でも今はなんか1日だけで私が結構大丈夫と思う。いや3日はいるんじゃない。じゃあ2日間かな。2日が3日ぐらいはいると思う、うん、だってこ結構世界遺産とか見るところ密集はしてるんですけど、例えばバチカンミュージアムとか行ったら入るだけでまあ2時間コースで、あでもねあの美術館に入ったら1時間の後にもう出たかったけど人が多くてなんか普通の出る口なくて全部もう迷路やね全部なんかメイズみたい行かなかったらなんかここで入る口ここで出る口だけだから1時間の後にもう疲れたし出たかったしトイレもなかったしあったけどでも人が多かったよ。だから結構最後の1時間やばかったよ。バチカンはすごい良かったけどね。まあもちろん、うん、でもみんな気をつけてね。入ったら本当に絶対2時間ぐらい歩きになりますよ、うん、あと人も多いよ、うん、とインターネットで行き切符買ってください。なんか最初受付のところで簡単な地図もらえるんですけど、うんうん、地図の書いてあるそのなんていうの絵と中入った時の広さが全然違いすぎて、もうあの今どこに自分が歩いてるかもわかんないし、うん、いつもここからここにここ戻ったここにここからここ戻ったここだったでしたね。そう。まあでも日本語の音声翻訳案内みたいなのとかあったんです、うん、それはすごい便利でした。アウディオガイドあったので、そう。これ良かった。コロシオが良かったし、あといろいろな外での見える。いろいろな綺麗な水出る。うん、まあローマはなんか観光地もすごい多いんですけど、まあ、普通に街歩いてるだけでも結構面白いです。はい、外の喫茶店で座っていて、これも良かったね。うん。まあ、なんかおしゃれ。おしゃれなの？おしゃれはなんか街がかっこいい。ああ、そうだよ。うん。おしゃれです。おしゃれ、すごい。おしゃれだから歩いてるだけで普通に楽しいみたいな。うん、ゆっくり歩いてて、あ、水がどこでも無料あったよ、あれのフォンテインから。そう、でもちょっと飲みすぎ注意ですね、うん、そう、トイレが日本みたいどこでもないよ。いや、あと自分はあんまり海外行ってもお腹当たらないんですけど、イタリアのピザの油かもしくはそのローマって水どこでも出てて、ペットボトル空のやつに水入れて持って飲み歩くんですけど、自分もそれ真似してその出てるなんか水道水みたいなのずっと飲んでたんですけど、日本と違って硬水なんですよ。硬いみたいな。硬かったの？硬い硬いから、それちょっと飲みすぎたんかな。うん、でも注意は、飲める水はある、でも飲まない水も飲めない水もあるよ。これ飲める水はここでなんか穴あると指言ったら上からブッブッ出るね、うん、飲まない水がこれがないよ。いやでも一回それじゃないですもんだ。何なの？一人で歩いてる。一人で街歩いてたよ、うん、最初の日とか。あ、最初の日、あれ、あの時とかなんか適当に湧き出た水ガブ飲みしとったかも。いやでもそれならすぐお腹痛くならん？時間差、うん、時間差で来たんかもしれない。多分1時間の後に痛くなるでしょ。でもそうじゃなかったでしょ。うん、タツは、ね、タツはピッツァ食べたら痛かったと思う。ピザぐらいでお腹壊れんねんけどね普通は。ピッツァ食べたらもう一回お腹痛かった？いや全然、ピザじゃないと思うよ。多分水やぞあれ。じゃあ多分水やよあれ。じゃあ皆さん水飲まないでね。いや
水飲んでも大丈夫なんですけど、その今ナタリアが言ってたみたいな飲める水飲んでください。多分3回ぐらい飲んだらダメな水飲んだかも。そうなんですか。はい、旅行楽しくて忘れとったのかもしれない、お腹痛いの。そうなんですか。で、うん、最後夜ご飯食べるときに力抜けて、うん、お腹痛くなったんかな。なるほど、かわいそう。あとホテルでお化けがありました。そう、なんか信じてもらえないかもしれないんですけどローマのホテルでこんな写真です。そう、こんな感じで部屋にめちゃくちゃでかい絵がドーンって飾ってあるんですよ。あとめっちゃ暗い部屋し、家具も高いし。そうで、自分がホテル撮った理由はその絵がかっこいいなと思って撮ったんですけど、いざ部屋に入ると薄暗くて、しかも絵が思ったよりでかくて超不気味なんですよ。私がなんか怖いと言ったらタツが、あ、本当だ。そう、最初意識してなかったんですよ。ナタリアが怖いって言った後に見ると、確かにちょっと不気味で、しかもトイレに座るとその壁紙のなんか人間、その書いてある人間がこっち見てきて目合うんですよね。ああ、私たち見てたね。で、まあこれ2泊泊まったんですけど、全部の夜起きたことがベッド揺れるんですよ。うん、なんか手みたいバンバンバン揺れる。そう、下からこう手でこう突き上げられてるみたいな、うん、背中や腰や足とか、うん、でなんか部屋もう夜中になんかノックの音聞こえたりして、でも自分もナタリアも疲れすぎて一個も怖くなかったね。まあ最初に私の思いはタツがなんかだやだの夢あったので、だから動きでもタツが静かに寝てたし、次の夜は地震だと思ったけどインターネットに調べたら地震がなかったし、そうちょっとあまりにもベッド揺れすぎるんで、うん、朝起きた後にすぐインターネットで調べたんですよ、ローマ地震みたいな、うん、でも地震だったら全部のベッドがブブブするでしょ、これの感じだけじゃないでしょ。うん、まあでもなんか地震かなと思って調べたら違くて、まあおそらくちょっと話したらもしかしたらお化けに、あれはポルターガイストっていうやつですね。ポルターガイスト。あと3番目の夜だったらなんかもう疲れたし、もう最後の夜だからもう疲れた、もういやいやなんかまあいいよお願いします、今日だけ寝たい、だから毎日あまり寝なかったでしょ。そう、うん、ちょっとお化けの相手はしてられなかったね。はい、なんかもうやだだよこの部屋払ったよ、もう今日だけね明日も出るだから。そう、まあそういう感じで面白いこともあり、なんか変わったことも起きて、うん、まあそれ全部込み込みで楽しかったね。うんうん、また神社に行きたいね、もしかしたらお化けが。お払い。だってたったバティカンに行ったので、あの教会に。はい、まあ結構楽しかったアドベンチャーでした。こんな感じです。はい、もしヨーロッパに旅行行く方とかがいらっしゃいましたら、まあ、少しでも参考にしてくれると嬉しいです。はい、じゃあご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。